はい、えー、皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、ファンドアナリストの吉井です。えー、投資信託分類平均リターンランキング。えー、今月もお世界の投資信託の動向についてお話ししたいと思います。えー、もしよろしければ、えー、チャンネル登録とおいいねの方、よろしくお願いいたします。えー、それでは、早速見ていきましょう。はい、えー、では、まずはあ、基本8分類、国内先進国、新興国の株式、債券リートの動きです。 2021年11月末基準ということで、今年9月、10月、11月の3ヶ月間の投落率になります。上昇が目立ったのは、前月に引き続き海外リートと先進国株式です。ただ、上昇幅としては先月ほど大きくはないということですね。でむしろ下落している資産が増えています。 国内リートが大きく下落しまして、新興国と日本国内の株式再建も難聴な動きとなっております。代表的なインデックスファンドの動きを見ていきましょう。まずは株式とリートです。9月は黄緑のトピックスインデックスが好調でしたが、それ以外の市場は総じて難聴な動きとなりました。10月に入り、米国企業の高決算などを背景とした景気回復期待で上昇に転じましたが、 11月後半に変異株のオミクロン型の感染が拡大し、各市場とも急落しました。地域別で見ると、株式リートとも先進国の市場が相対的に底堅い動きで、日本国内や新興国の市場が出遅れているような状況です。 特に赤いチャートの国内リートの下落が目立っていますが、まあ、東京都心オフィスの空室率が20ヶ月連続で上昇、あるいは平均賃料も15ヶ月連続で低下など、まあ、オフィス市況の低迷が国内リート市場の重しとなっています。続いて債券の動きです。まずは赤いチャートの国内債券インデックスですが、9月10月と世界的なインフレ懸念などから長期金利が上昇し、 11月に入ると、今度は金利低下に転じたものの、3ヶ月で見ると難聴な動きとなりました。オレンジのチャートのグローバル再建インデックスも、米国、欧州ともに長期金利が上昇したことから再建価格は下落しましたが、為替の方は、米国の金融緩和縮小観測などから10月にかけて、急激に円安が進行し、3ヶ月を通じてはわずかにプラスで着地しています。 青いチャートの新興国際経営インデックスですが、10月まではドル円の動きにおおむね連動する形となりましたが、10月以降、ブラジルレアルやトルコリラなど、まあ、一部の通貨が大きく下落したことに加えて、11月にはオミクロン型の出現でリスクオフの展開となり急落しました。以上、基本8分類の動きでした。続いて、より幅広く細かい分類で見ていきましょう。 過去3ヶ月の投落率ランキング上位下位5分類がこちらです。まず上位5分類では先月に引き続き景気回復の兆しが見られるインドネシアの株式が大きく上昇しました。原油関連、MLP といったエネルギー関連、そして北米リートや東南アジア株式も好調でした。一方下位の5分類はトルコリラが急落したことでトルコ債券が大きく下落。 また前月に引き続き、景気減速とインフレ懸念で、ブラジルの株式債券も下落しています。それからアジア債券も中国社債市場の影響で下落しています。上昇が目立ったファンドを3つご紹介しましょう。まずは青いチャートの UBS、原油先物ファンドですが、こちらは原油先物価格に連動するファンドです。 え、インフレや受給逼迫が懸念される中、10月の OPEC プラスの会合でも大幅な増産には動かなかったことから、原油価格が急騰しましたが、10月以降は高値県で推移して、足元オミクロン型の感染拡大による受給悪化懸念で急落しています。また赤いチャートの米国エネルギー革命関連ファンドは、 こちらは米国の MLP に投資するファンドになりますけれども、こちらも原油価格にほぼ連動して動いているような状況です。そして、オレンジのチャートのイーストスプリング・インドネシア株式オープンです。インドネシア株式は、アジアの株式の中でもエネルギーセクターの比率が高いということで、でさらにこちらのファンドは、他のインドネシア株のファンドと比べても、 エネルギーセクターの比率が高いということで、まあ、こちらも原油価格にほぼ連動したような動きになっています。まあ、足元原油価格が急落しましたけれども、インドネシア経済自体は好調であることから、原油関連ファンドよりも底堅く推移しています。以上、上昇が目立ったファンド3本でした。最後に下落が目立ったファンドを3つご紹介しましょう。まずは赤いチャートのトルコ再建オープンです。 トルコはこれまでもインフレが進む中で、利下げを継続しているということが嫌気されて、トルコリラがじりじりと下げていました。11月に入るとさらにインフレが加速。加えて、利下げに反対する金融政策決定委員会のメンバー3人を解任するなど、市場の信任を完全に失ったということで、トルコリラが急落しています。次に青いチャートの HSBC ブラジルオープンです。 ブラジルは景気が鈍化しておりまして、株式市場も3ヶ月を通じて、下げ基調となっています。また、当ファンドは、他のブラジル株式ファンドと比べても、パフォーマンスが劣後する傾向にありまして、ここ数ヶ月継続しては、ワーストファンドとなっています。そして最後に、オレンジのチャート、アジアハイイールド再建ファンド、カワセヘッジありです。こちらも先月同様、ワーストファンドになっています。 こちらのファンドは、米ドル建てのアジア債券に投資していますが、米ドル建てなので、米国の金利上昇の影響を受けて、債券価格に下落圧力がかかるというのが、まず一つ下落要因です。さらに、格付けの低いハイイールド債券ということなので、中国不動産大手の恒大手段のデフォルト懸念を受けて、アジアの社債市場の信用リスクが高まっているということで、こちらのファンドも影響を受けています。 ただ、足元では下落が止まってですね、まあ横ばいの状況ですよね。もしこのデフォルト懸念が落ち着くことがあれば、リーマンショックの後にアメリカのハイルド再建市場が急反発したように、アジアの社債市場も魅力的な投資機会になるのではないかなとこういうふうに思います。なので、まあこのファンドしばらくウォッチしておくと面白いんじゃないかなと思います。以上、下落が目立ったファンド3本でした。 えー、ということで、えーまあ、この3ヶ月振り返ってみますと、えーまあ、10月までは、えー、金利上昇やインフレ懸念はありながらも、まあ、原油関連とか、まあ、それからアジアの一部の株式市場が堅調、えー、でしたで。しかし、11月にオミクロン型の感染が拡大して、まあ、市場の変動が一気に高まったという状況でした。でえー、11月に入りまして、えー、オミクロン型への、まあ、楽観的な見方が広がったことから、 市場の警戒感は徐々に収まりつつあるのかなと思います。それから15日にですね、アメリカで FOMC が開催されましたけれども、ここではそのテーパリングの前倒しと、それから来年の利上げが3回になるだろうということで、これは市場の予想通りの内容で、市場に安心感が広がったのかなというふうに思っています。 なので、まあ、年末年始にかけて、ですね、まあ、再びリスクオンの相場になるのかなというふうに思いますけれども、まあ、ここでちょっと皆さんに改めて考えてほしいのは、あのポートフォリオのバランスですよね。えー、おそらくその、まあ、これまで株式市場非常に好調でしたので、リスク資産のウェイトが高い方が多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、もしですね、その当初決めた資産配分から崩れているのであれば、 まあこういった市場が安定しているときにまあリバランスしておくといいのかなと思います。えー、まあめ年末ということなので、まあ、この1年振り返る意味でもですね、えー、自分のポートフォリオについて、えー、まあしっかり定期点検しておくと、えー、いいのかなというふうに思います。はいえー、ということで、えー、今月は以上になります。えー、もしよければチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。 えー、今年も一年、えー、ありがとうございました。えー、また来年ですね、えー、よろしくお願いいたします。えー、吉井隆弘でした。ありがとうございました。